最近、宮崎銀行を名乗る電話が毎日かかってきて困っています。非常に怪しいので一度も出たことはありませんが、毎回、伝言メモにメッセージが残されています。内容は次の通りです。もしもし、私、宮崎銀行〇〇支店の〇〇と申します。お伝えしたいことがございましたのでお電話いたしました。また改めてお電話いたします。失礼いたします。 毎日同じ内容で伝えたいことがあるという割には内容をメッセージに残さない。間違いなく詐欺関係だと思います。皆さんも気をつけてください。